ここどこだっけ。はい、ここが仮設ですと。仮設仮設。後輩の小田くんです。ハロー。広い。確か23、もありますね。駐車場です。やっぱ一番広くて、ここかあそこから入って仮設に入るみたいな、まあ出入り口のところで、やっぱり仮設で、やっぱなんていうのかな、津波の被害はなくなっても、なんていうのか、やっぱり温かい人たちがまだ支援してくれたりとかして、で支援物資を届けてくれるのも大体ここら辺とかでもよくやりますね。イベントもよくここでやってくれて、すごい楽しいです。はい、こうちゃん、ここが広瀬仮設のベンチってとこですね。やっぱ広いんで、こんなに広いところだから、やっぱり休憩する場所も必要ですね。これはもう怠けすぎって言うんですけどね。はい、ここが僕たち野球部で使ってるこれです。ブルペンです。ここは残っています。仮設になる前は広瀬のグラウンドで野球部とかいろんな 部活のチームが使ってたところで、仮設があってもやっぱりここのブルペンだけは残っているので、今僕たちも野球部だから時々使っています。はい、来い、ゆっくりだぞ。やそばれあ、いった。おー、食べたい。あー、やばい。あー、料理。あー、料理。こんな感じ、車に当たりそうな時もありますね。たまに当たっちゃったりして。おいねいね、かっこいいよ。まあ、これぐらいでしょ。オッケー、かわいいマジだったけどな。うるせえ。あー、やばい、やばい、やばい。お感じですね。いいよ、雄大先輩、かっこいいよ。いいね、ほら、あれかっこいいよ。ここだね。ここら辺ですね。ここら辺が一番見えますね。僕たちの広小が学校が見えます。やっぱりね、広田小学校で災害やってから、仮設が建っちゃっても、言っちゃ悪いんですけど、狭い場所で練習はかなり結構辛いんで、まあ、やっぱりこう広島のグラウンドがこうまた広く使えればなと思ってます。で、そのグラウンドはこんな感じで仮設で埋まっちゃってるんですよね。これをこうちゃんは何年か経ったら、やっぱ仮設も期限ってものがあるんで、こうちゃん的にはなんだ、なくなってほしいっていうより、やっぱり場所が欲しいって感じで、子供だからね、まだ。やっぱ津波の被害も大きかったんですよね。ダーってきて、で、やっぱ広瀬、この広瀬の前まで、道路の下まで来たんですね。ここぐらいでまた引き返していったんです、こう。で、まあ今は やっぱたくさん救援物資を運んでくれる人たちがいて、やっぱ海もすごく青色で綺麗になったし、新しいものを運んできてくれたりして、こんな感じでもう街も成り立ってるし、なんていうのかな、やっぱいつもの生活がほとんど戻ったんですよね。もう僕たちは助かった方ですから、苦しいというのはないし、救援物資を送ってくれた人たちがに、やっぱ感謝してます。こんなに綺麗な街になっています。